の力が必要いいよ。カルロッタと一緒に助けてあげる。いつの世でも必要なのは世界の秩序。それをあなたが間違えないなら何だってする。このぐらいの時間だったかな。任務に出ることをカルロッタに引き止められたのは。 その後、数日眠り続けるほど衰弱していたなんて気づきもしなかった。私より、カルロッタの方が私のことを分かっているみたい。食事なんて、命令を遂行するための準備に過ぎないと思っていた。今も面倒だと思うけど、少しだけ好きになった。 食事で得られるのは、栄養だけじゃないと知ったから。時間がある時はだらけていい。そうすると、カルロッタも喜ぶ。何より、私はこの何もしない時間が好きだ。人間に意志なんてものがあるから、そのせいで大陸は混乱する。意志なんて邪魔なだけ。 でも、人には意志がある。その意志があるから、世界が成り立つ。そういう考えもあるみたい。光と闇の調和が保てているから、大陸の秩序は守ることができる。私の考えは変わらない。この手を汚すのも構わない。それが達成できるなら、 組織にいてもいなくても、どちらでもいい。私は私の望みのために、血濡れた道を選んだ。だから、カルロッタにも、好きな道を自由に選んでほしいと思ってる。自分の望みを、何よりも優先にしてほしいから。カルロッタ、おいで。羽の手入れしてあげる。 急ぎのことへえ。鍛錬に付き合ってほしいいいよ。それが私たちの望みを手にすることにつながるなら。大陸の秩序を守ることができるなら、誰と組んでもよかった。でも、あなたのそばで戦うのは、心地いい。 道具に左右される程度の力じゃない。だから、何でもいいよ。同行する相手の力を知ることは大事。この力なら、任務も効率的にこなせる。これくらいは、できなければいけない。私もまだ成長するんだ。ふっはっはっ消し去る。見つけた。灰となって散れ。 マヌケ。無に帰れ。行くよ。甘い。見切った。いい仕事する。うっ、うっ、うっ、カルロッタ。ごめん。任務完了。大陸の秩序を正す。それが私の役目。いいねあなた。いいね。見逃すわけにはいかない。 無理。私には関係ない。ふっ。癒される。すごい。なぜちょっとそれは。ありがとう。ごめん。ああ <laughs>。ええっと、慣れてなくて。